ゲストコーナーその1。この時間はバンドポリシックスの皆さんです。ポリシックスさんはメジャーデビュー20年以上の3人組ニューウェーブバンドです。アニソンではこれまでキョロロ軍曹ともやしものタイアップを担当したことがあり、今期では働く細胞ブラックの主題歌を担当されています。キョロロ軍曹めっちゃ好きだった。私歌われているオープニングすっごい当時アメリカで聴いていて、すごいポリシックスさんの楽曲ってこうデジタルサウンドが印象的だなって思っていて、やっぱアニソンには今デジタルロックは多いですけど、デジタルサウンド、ロックじゃないんだけどデジタルっていう、ちょっとやっぱり新しいジャンルなのかなと思って、いつもこうご勉強がてら聞かせていただいております。ということで早速ポリシックスさんの皆さんからコメントいただいております。どうぞ。アニメティックナイトお聞きの皆さん、浅香さんこんばんは。ポリシックスの林です。ふみです。矢野です。ゴーイス。はい、どうも。どうも。はい、私たちポリシックスなんですけど、はい、ね、今年の3月4日で結成24年目になりますよ、うん、なりますね。はい、はい、電子音とね、はい、ロックを融合させた音楽をずっと作り続けてるバンドですね。ずっとやっております。はい、ぜひぜひ皆さんチェックしてください。はい、そしてここでパーソナリティの浅香さんから質問をいただいております。はい、おポリシックスの皆さんこんばんは。20年以上のキャリアの中で今回アニメの主題歌を歌い、楽曲提供もするというがっつりアニメに関わる活動をすることについて、これまでにない気負いやプレッシャーを感じることはありませんでしたか？よかったら教えてください。トイスってことで。トイスは多分書いてない。トイス書いてなかったですね。今アレンジしたね。そうですね、はい、ちょっと盛りました。はいはいはい、まあそうですね、アニメの主題歌っていうのはね、何度かねやってましたけど、はい、まあ、ここまでね、このなんていうんですか、このアニメの世界観を曲にするっていうところでね、うん、ちょっとこう気合い入れた感じがありましたね。そうですね、うん、でもそのプレッシャーとか気負いみたいなのはまあなかったかな、うんうん、いやでもちょっとなんか歌詞の部分とかね、今までにない感じで、なんか部分はありましたね、うんうん、はい、気合いって感じですかね、気負いじゃなくてね、うんうん、はい、ってな感じですね。はい、はい、そんな僕たちポリシックスですが、はい、2月の24日に9年ぶりのニューシングル走れ With 山崎聖也急速の深みをリリースしました。はい、今週でございますね。そうですね、今週でばかりでございます。しましたね、うんうん、はい、うん、そうですね、先ほども言いましたけど、うん、ね、このアニメ働く細胞ブラックのオープニングテーマということでね、うん、はい、急速の深みから山崎聖也君を迎えてツインボーカルでね、熱く走れって感じで前に突き進んでいく感じで歌いましたね、うん、はい、はい、そして今回エンディングテーマの方もね、担当させていただきまして、うん、上を向いて運ぼうという曲を作りました、うん、はい、はい、こちらの方もですね、赤血球役、白血球役の榎木淳也さん、氷笠陽子さんを迎えまして、うん、はい、ね、声優の方とコラボして作りましたね、うん、はい、ね、やっていただきました ね、ありがたい、うん、ね、ほんとこちらの方もぜひぜひね、アニメ見終わった後に、うん、あのエンディング流れる感じもですね、なんかちょっと独特なムードがあって面白いのでぜひチェックしてください。はい、そんなポリシックスツアー決定しました。はい、ポリシックスツアー2021走れ免疫細胞活性化と題しまして、東名阪参ります。はい、名古屋の方は4月の4日日曜日名古屋アップセットでやりますね。はい、はい、うん、楽しみじゃないですか、ね、そうですね、楽しみ、うん、久々のツアーですから。そうですよ、ね、はい、うん、かなり、はい、楽しいライブでね、皆さんもね、科学的根拠はありませんが、はい、メキ上がるようなライブになると思いますので、ぜひ遊びに来てください、はい、その他、僕たちポリシックスの最新情報はオフィシャルホームページや公式ツイッターなどでチェックしてください。はい、浅香さんね、またね、こんな機会なかなかないので、いつかお会いできたらなと、スタジオの方にも遊びに行きたいなって思っておりますので、はい、はい、楽しみにしてます、うん、その時まで。ということで、ここまでのお相手はポリシックスの林とふみと矢野でした。バイバーイ。ポリシックスの皆さんありがとうございました。なるほど、気合が入ってると、そのポジティブシンキングとっても素敵だなって思いました。私もやっぱアニソン歌う時はなるべくこう、なんだろう、プレッシャーとか自分でいいのかなっていう不安ではなく、私が歌わせていただくからにはすっごいいい楽曲にするぞっていう、それこそ気合をたくさん入れて歌っているので、すごい共感しました。それではリリース中のニューシングルをお聴きください。ポリシックスさんで走れ With 山崎聖也。わー、すごい元気になる。あ、ロック、まさにポリシックスさんが今まで
ずっとやられてきた音楽の歴史っていうものをね、この楽曲を聴いて私感じました。ということで聴いてもらったのはポリシックスさんがリリース中のニューシングル走れ Please 山崎聖也でした。